イマジンハート研究所のナオリンです。今回はですね、こうやってですね、ずらりと並べてみました。ソニーのですね、ポータブル、カセットのですね、歴史をちょっと歴史にちょっと触れたいと思います。古いものですね、最近のものはちょっと、割愛するんですけれども、古いものからですね、説明していきたいと思います。中心にあるのが、これがウォークマンの初代ウォークマンですね。なのでこれを中心にして、前後を追いかけていきたいと思います。まずですね、この中心となるもの、それがカセットですね。カセット、このカセットテープ、これがですね、できたのがですね、1962年なんですよ。フィリップスかな、イギリスだったっけな、フィリップスは。が、もともと、このテープを1962年に開発してですね、その後かな、ソニーと、組んだんですよね、日本のソニーとね。それで、次々と、まず、製品を出していきました。そして、その中のポータブルの部分を、ちょっと触れたいと思いますね。で、最初多分ですね、ポータブルカセットの最初の機種だと思うんですけど、これですね。ちょっと他のに比べて、この窓がえらい小さいんですけどね、これだけ小さいんですよ。これがですね、PC50 っていうものですね。細かいことはまた個別に説明するんですけど、これが1968年です。ですから、カセット、これが開発されてからですね、まだ、6年しか経ってないんですけど、こんなに小さいものが、できるようになりました。これが多分ですね、世界で初めてのポータブルカセット、ポータブルカセットレコーダーになります。なると思いますね。これがですね、アポロ7号かなんかですね、宇宙に行ったらしいんですね。それがこういう形のもの。それからですね、また2年ほど、後になりますと、今度はですね、これ、TCM10101010 っていうものですね。これが出ました。ちょっと大きいんですけれども、これが1970年に、出たんですね。で、これの特徴はですね、さっきのもそうですけれども、この今みたいにプレイボタンっていうのがなくてですね、このなんかレバーで持ってですね、テープをコントロールしてたっていうものですね。これが1970年で出ました。その後ですね、こちらですね。こちらもちょっと大きいんですけど、これはテープ、これプレイボタンとか今とそんなに変わらない形になってますね。こうちょっとやっぱ大きいですね。これがですね、1981年ですね。ですから約20年でカセットができてたから20年でこういう形になりました。そしてですね、これとですね、これは1977年ですね。これちょっと抜けてました。1977年ですね、TC1045 ってやつですね。77年です。そして1981年になると、こういうメタルフレームのね、これが TC1000 っていうものなんですけど、これが1981年にできたんです。これはもうかなりですね、この初代ウォークマンに近づいてますね。大きさ的にも、かなり近づいてるんですね。そしてですね、これ81年ですけれども、そして、1977年に出たのがですね、TCM100。
これですね。これがですね、前も説明したようにウォークマンの親になります。これがこれをもこの TCM100 を1977年の、TCM100 を元にしてモデルにして、ほとんどこの中を改造するような形で初代のウォークマンが出てきました。なのでこうやって重ねてみるとほとんど同じ大きさでこう似てますよね、はい、これが1977年。そしてそれと同じ時期なんですけど、1977年に TCM7 っていうのが出てます。これね、これもまたちょっとすごくですね、僕は一番好きな機種でもあるんですけど、なんでかっていうのはまたこれ修理した後にですね、レポートしたいと思いますけど、これはですね、1977年、なので TCM100 と同じ時ですね。ただこれはですね、違うのはなんとですね、フェザータッチになったんですね。多分ですね、このフェザータッチが、世界で初めてじゃないかと思うんですね。ポータブルも含めて、全部含めてテープレコーダーの歴史の中で多分ですね、ちょっとはっきりしたことは分かんないんですけど、私の知る限りではですね、このフェザータッチを採用された、フェザータッチの操作ができるようになった最初の世界で初めての機種だと思うんですよ、TCM7 っていうやつですね。これが1977年ですね。その後にですね、大ヒットをしたこのウォークマン、初代ウォークマンがあるわけですね。なので今説明したような歴史っていうか、技術の蓄積の結果ですね、こういうウォークマンができたということですね。初代のウォークマン。そしてこれもまだどんどん進化していきます。ほんでこれが初代のウォークマン、TPS-L2 っていうものですけど、これが1979年に、発売されたものです。その後ですね、今度、その後の機種から WM っていうウォークマンですね、ウォークの W にマンの M で WM っていう頭文字っていうかですね、名前にはつくんですけど、これが、まあ、ある意味1号機なんですけど、どうも海外の方で見て WM-1 っていうのが別に存在するみたいなことがあるんですけれども、サービスマニュアルでちょっと見つけたんでね、それはですねちょっと資料がないんでわかんないんですけど、まずこれが1号機だと思います。0号機って言えるのかもしれないです。もしかすると WM-1 っていうのが存在するんであれば、多分ですね存在するんですね。海外のサイトで見つけて、写真も載ってて WM-1 って書いてあったんで、それはですねどうも過去にはちょっと日本ではないみたいなんで、資料がないんでわかんないんですけど、多分それがもしかすると1号機なんですね。でこの、TPS-L2 っていうのがもしかすると0号機なのかもしれないですね。エヴァンゲリオンなんかもね、初号機かな、1号機の前に0号機みたいな感じのものがあるんですけど、それと同じように、もしかするとこれは1号機じゃなくて、ウォークマンの1号機じゃなくて、0号機なのかもしれないですね。はい。その後にですね、まあ、2が出てくるんですけど、WM-2 ですね。ウォークマンの、まあ、2号機なんですけど、それがですね、これですね。これ。これがですね、1981年に出たものですね。なので、初代のウォークマンにの2年目ですね。2年経ってこのウォークマンが出たんですよ。これ見るとこうかなり小さくなってます。これでカセットの大きさと比較してもかなり小さいですよね。2年でですねこれだけ小さくしてしまったんですね。その頃のだから日本の技術っていうかソニーの技術はそれだけ
ものすごい速さで進化してる、進歩したっていうことになりますね。これが WM-1981 年のものです。はい、こんな感じでね。そしてですね、WM-3 っていうのがですね、どうも年代的には、2号機とですね、ほとんど変わらない1981年に出てるんですね。それがですね、これですね。これ。ちょっと見て面白いんですけど、ほら。これが、初号機ですね。初号機っていうか、なんだ。初代。で、初代と2と3ですね。で、2と3、あ、初代と3は、ほら、同じですね。裏見てみます。こう。同じです。ほとんど同じですね。見分けつかないですね。そして、これ側面、こっちの側面。同じですね。色が違いますね。そして、正面をこう見て、ここに、下にウォークマンって書いてあります。これが WM-3、3号機ですね。はい。ということで、ほとんど変わらないですね。そして、まあ、ここ見ても、ここでホットラインっていうのがついてますね。ほとんど変わらないです。だから、ここでですね、多分ですね、初号機っていうか、初代のウォークマン出た時に、もしかすると二つの流れができたのかもしれないですね。それが、この、この、初代をの性能っていうかですね、この、重厚感を受け継ぐ機種とですね、もしかすると、コンパクトの機種っていう、二つの路線がもしかするとあったのかもしれないですね。で、TCM じゃなくて、WM3 っていうのが、WM3 ですね。それで4っていうのがないんですよね。4、5、6っていうのがあって、WM7 っていうのがあるんですけれども、まあ、まだそれはちょっと、入手できてないんですけど、こういう感じで2つの流れができたような気がします。私的にはね。そしてですね、それから、この WM-3 が1981年、2と3ですね。これが違う、こちら。これとこれ。これ、WM-2 と3なんですけど、1981年になってですね、出たんですけど、これからですね、後に、このオークションにもかけたんですけど、お猿さんが CM に出てくる WM-501 っていうこのコンパクトなもの、こうカセットケースとほとんど同じ、これがですね1985年ぐらいからかな、83年4年5年ぐらいからこの大きさになってますね。はい、こういう流れがあります。そして、まあ、最近っていうか最近って言っても1990年代過ぎなんですけどなってですね、いろいろなラジオついたりとかいろいろしてデザインなんか変わってこういうものとかね、いろんな、種類が出てきます。はい、というわけでですね、今回ですね、ウォークマンを中心としてソニーのですね、ポータブルカセットの歴史を、説明しました。ということで、これ一番古いもの、そしてウォークマン、そしてウォークマンの一番小型のもの、こんな違いがありますね、大きさで。はい、これがですね、1968年からですね、まあ20年ぐらいですかね、6、7、8、そうですね、20年ぐらいの間にですね、こういう変化が起きていました。はい、ということで
またですね、この辺修理して、まあ修理してあるものもあるんですけどね、修理してですね、それで中なんかも、含めてですね、レポートまたしていきたいと思います。はい、以上です。どうもありがとうございました。ナオリンでした。失礼します。